創造工房インフロントオブ。演目は偽装結婚式。ここは夢破れた者たちが集まる結婚式場。くせ者の彼らが仕掛ける結婚式は一風変わっており、この度ついに全国生放送されることになりました。しかし意気込むウェディングプランナーヤシはおよそに新郎が失踪。本番まで残りわずか。彼らは決死の思いで新郎の代役を立て、偽装結婚式を結婚することに。とにかくもうすぐ新郎の代役が来ます。そしたら一気に準備しましょう。お疲れ様です。おお、よかった、間に合った。安間さん、僕が来たからにはもうご安心を。代役任せてください。頼んだぞ。とにかく準備だ。あなたは新郎のプロフィールを覚えさせてください。はい、覚えた。あなたは以上。はい。すいません。あんなやつもういいよ。私と結婚できないのをせいぜい後悔すればいい。すいません。ああ、何？オープニング映像の新郎の顔と違う。バレる。そうか、本物の新郎の顔のままか。写真。ちょっと何ですか。合成するしかありません。もっと表情。合成。覚えて。顔。合成。覚えて。顔。合成。覚えて。顔。合成。3分前です。準備大丈夫ですか。大丈夫です。では。スタンバイお願いします。はい。ヤシマ、お前の自慢のプラン楽しみにしてて。ああ、楽しみにしてて。じゃあ皆さん、行きましょう。はい。はい。この続きは9月26日から29日、シアター福祉家で見てお楽しみください。創造工房インフロントオブによる偽装結婚式、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。